お疲れ様です。今日ですねトリプルエリクサーチャレンジ最強デッキ紹介していきたいと思います。ということでですね、バツさんついちゃったんですけど、これちょっともうなかったことにしてください。ちょっと恥ずかしいんでね。はい、先にこちらですね、もうスケラーです。はい、スケラーです。もうこれ1点です。はい、1つだけですね。今までだとラバーとか結構強かったんですけども、もうラバーではねスケラーに勝てない時代が来ましたね。はい、ラバー最強からスケラー最強に変わりました。で、まあ理由としては、もうメガナイトスケラだったのかな、前は。あと、小屋小屋とかがいて、すべてに勝てるのがラバだったんですけど、まあ今、小屋小屋がいないのと、そして、あとはメガナイトとかの枠がスケキンになったことで、もう回転が速くなったんですよね。そう、これがメガナイトだったらラバにもね、負けることがあるんですけど、スケキンで回転が速くなったことによって、もう高回転インドザ P5 やボス機、高回転インドザ P5 やボス機で、もうラバをね、ケチョンケチョンのボッコボコにできます。はい。なんでまあラバ引いたら勝ち確だと思ってください。で、あと、ま、いい味出してるのがボーラーかな。はい。このボーラーがもう、スキキンザッピーとか、まあ、あとは並んでくる、なんだろう、もう本当に陸系すべて、枯渇とかにもだし、バルキリフキアとか、ホグとか、もうすべての小物系に対してボーラーがぶっ刺さるよねっていうので、圧倒的頂点がスケラーになりましたね。はい。まあ、なんでこれ、一応報酬もらえるのかな。そう、15勝すれば報酬もらえるんで、まあ、15まではね、絶対いけると思うんですよ。そう、なんで、ぜひね、ちょっとこのスケラー使ってみてください。で、上ももうほぼスケラですね。はい。みんなスケラ使ってて、まあ、スケラのメタの枯渇とかホグとかを使ったりとか、もう本当のなんか対策合戦にはなってるんで、まあ、30何勝とかまで行くと変わっちゃうんですけど、まあ、2、30勝ぐらいまでは多分このスケラで、ね、安定していけると思います。さあ、ということでやっていきましょう。で、3倍なんで結構こう、ペース早めでやっていくっすね。もう喋る余裕がね、あんまないかもしんないんですけど。さあ、ということで、まあ、とりあえずインドとか、なんかザッピーとか、まあ、出して、基本なんかセパの両サイプランだと思ってください。さあ、これインド逆になったのだるいんですけど、あとはもう攻めるですね。なんかこう、スケキンとボーラーあるんで、片サイドはスケキンで、で、片サイドはボーラーでみたいな感じで、両サイと戦えるプランがね、結構強いですね。さあ、で、一応矢の目もあるんで、でもホバとかめんどかったら5打ってあげて。さあ、これでね、だってもうボーラーつけて、スケラ打つだけで、勝ちなんで、マジラバはね、今までメガナイトだっただけで全然戦いにくかったんですけど、もう余裕になりますね。でさ、今回の相手がファイボポイズンラバと。ね、普通に考えてさ、ファイボポイズンラバだ。で、ライトもあったね。絶対勝てないやんってなると思うんですけど、勝てるんですよね。そう、勝てるようになっちゃったんですよね、実は。でさ、もうこれで形組んで、スケラ打って、もうこれだけですよね。で、ホバにはファイボ打って、なんか縦線とかいたらね、そういうのね、ヤナーム打ったりとかでいいんですけど、まあ、別にそういうのもいないので、さ、これでね。もうこの間にね、あ、相手のホバがね、うまいですね。さあ、で、ファイボポイズン、ライト持ってるんで、僕のユニットやられるんですけど、まあ、回転がやっぱ早いのがね、このデッキの一つ強みでもあるので。で、さ、これちょっとめんどくなったら、ドラゴン4体、さよなら、ドッカーン、わっしょい、パーティーピーポー、おりゃおりゃおりゃ、ザッピー固め。みたいなね。よいしょ。で、さ、この辺はもうザッピーとかね、いろいろユニットが時間稼いでくれてるんで、まあ、時間だけ稼いで、盾をね、しっかり穴埋めで溶かしちまえば、もうラバーはね、マジでそう、今までラバーはね、ちょっと厄介だったんですけど、僕もラバー使ってたんですけどね、もうなんか、ラバーをしばくのがスケラですね。さあ、で、この辺もね、ファイブ打っちゃって、ホバにはファイブだってかな。で、ぶっちゃけこれ、僕クラン欲しいんで攻めます。はい。一旦ここで、ちょっと待機からの、マジでクラウン大事なんでね。さあ、ちょっと攻めてあげて。まあ、負け筋かもしれないんですけど。まあ、じゃあ、ほんとクラウン命なんでね、この大会。1位とか、まあ、トップ取るには、クラウンをね、いっぱい取っといた方がいいよねっていう。さあ、で、まあ、インド置いて、まあ、墓石とかでね、時間稼ぎしながら、まあ、ライト打たれそうっすけどね。そうですね。さあ、でも、暇だったらスケラも打ってあげていいですね。スケラ打ってあげて、なんかちょっとプレッシャー与えながら、結局ボーボーされるからね。やっぱ俺のユニットが全部消えてる。さあ、ちょっとね、こうなんか変に攻めるとピンチになっちゃうんで気をつけてもらいたいんですけど、まあさすがに大丈夫かなーと思いながら、さあ、ユニットあんまね、同じとこに出すと固めていかれちゃうんで、さあ気をつけて、まあ時間的にもね、さあ勝ちましたよね、ということで、まあなんかボーラー、スケラ、バルキリースケラ、バルキリーじゃねえな、ボーラースケラ、スケキンスケラ、まあ、縦2種類あるので、右攻めたら左攻めて、右攻めて、左攻めて、みたいな、もう交互に交互にもう無限に攻めるよ、みたいなイメージを持ってもらえるとね、いいかもね。まあ、なんかボス食いでザッピー置いて、本当になんかユニット合わせれば勝てるんですけども、まあ、
守りも強いしね、攻めもスキル打っとけば、まあ、ボーポイされたとしても、ボーポイ使ったら使ったで、この、なんだろうな、スケキンの後ろのザッピーとかインドラが残るんで、まあ、ユニットの攻めとして成立するわけですよね。さあ、もうこれなんかスキル打っちゃいたいな。ね。打っちゃってもいいと思うな。さあ、スキル打って、まあ、相手のユニットにはね、なんかこう、ファイブとかなんか当てれたらいいな、みたいな思いながら、うわ、なんかすげえなんか、ゴリゴリしてんね、今回の相手。ちょ、これエレキめんどいんで、エレキだけちょっと飛ばします。さ、インドラの動きが苦しそうですね。あとはマジアチャかな、僕が嫌なのは。で、ボーラーがあるんで、この墓石とかがなくても、相手のラムライダーが止まるっていうのはね、ちょっと強みっす。さあ、マジ、後ろからなんかこの、足遅いやつらいっぱい流しとけば、まあ、なんとかなるロンですね。で、まあ、マジアチにファイブかな、さすがにこれは。よいしょ。さあ、もう陰キャです。あの、マジ、鉄壁なんで、これ。一生守ってスケラ数回打てば勝てるって感じかな。まあ、相手にやったらゴリゴリ攻めてもいいんですけどね。さあ、これ、スケキンのスケラ、スキル使うかちょっと悩むな。一応使っとくか、暇だし。ね。で、マジ、これしとくだけなんですよ、本当に。あー、もうマジアチ歩くのめんどいね。避けんなよ、さすがに。おい。で、まあ、エレキが来ると。で、まあ、余裕あればスケラ打てばいいんですけど、いつスケラ打てばいいのか分かんないんってなるじゃないですか。ナウなんですけど、それは僕。まあ、分かんなかったら、まあ、無理に打たなくていいよねって。で、ボーラーのこの角度できるだけね、意識してあげて。で、暇なんでちょっとスケラ打っちゃおう。よいしょ。まあ、打てばある程度ダメージ入るよねの、まあ、あとは祈りですね。相手のボイグうまいっすね。まあでも、相手もこれマジで攻めが通んないんでね。どうしようってなってるんですよ。そう。あれなんか、やばいやばい。なんか来てる。気づかないうちにすごい来てた。さあ、で、マジアチがちょっと残ってる。まだ陸硬いかな。ちょっと頑張ってもらいながら。いや、でも相手うまいっすね。マジ。これに関しては相手がうまい。さあ、ダメージはまあイーブンちょい負けぐらいか。よいしょ。さあ、一旦ね、耐えながら、まあチャンス伺っていきたいっすよね。あの、高めマジアチャーが厄介っすね、僕は。なので、それをちょっとしばきたい。で、右サイドこれ、ちょっと稼ぎに行きたいね、ダメージ。で、ザッピーとかエレキ出したいと思うんですけどね、ちょっとうざいやろ、これ。さあ、棒っぽい貼られる。相手うまいっすね、この浮きが。低め低めからのみたいな。まあ、でもこれがすごいうざそう。でさあ、もう一回耐える。で、僕も結構地味に勝利数が今いってるから、相手もうまいっすね。やばい。これなんかいて、いて、もったいないダメージ入ってる。さあ、で、スケラ打って、で、こうなってくると、あの、さっきのマジでゴーストのダメージが本当にもったいなくなってくるっすね。ボーラ頑張れ。ファイブ打つ。よいしょ。まあ、スケル打っとけばな、ボーポイされてもある程度入るんでね。これ、内側っすね、あと。内側にするの大事っすね。で、まあ、あと祈る。よいしょ。さあ、しっかり耐えて、スケラ打っていきたいね。もう打つ回数でダメージが変わるもんなので。相手はもう守ってくるよね。いや、打っていきたい。あと、スケキンもな、ちょっと溜めてほしいな。よいしょ。いけ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 。いけいけいけ。スキルちょっと使って。さあ、耐えたい。最後にファイボで大逆転。
したよね。いやーこれはね、なぜ負けたか、負けそうだったかっていうと、ゴーストですね。あの多分俺のスキラが刺さんなくて、相手も僕は陸鉄壁だから刺さんないんですけど、なんか守れるゴーストとか入ってたのがちょっともったいなかったですね。そうなんで、ああいうなんかもう多分なんだろう、トリプルエリクサーなんですけど、やっぱこうみんなもう守りが固くてダメージがやっぱなかなか通んないのが多分当たり前になってくるので、まあ、相手のこう小さなダメージも抑えていかなきゃ今みたいなことになっちゃいますね。まあ暴風されてもスキラは入るんでね、まあそれは強みではあるですね。そしたらたユニットが残ることか、まあ相手はちょっとさすがにうまかったですね今のは。さあ、まあこれ勝てば27勝ぐらいかな。まあなんかボーラーがね地味に強いらしいです今回マジで。さっきましたね、このスケキンザッピー族がやっぱいるんですよ。でそこに対してこのボーラーがね、そうガチでぶっ刺さるよねっていうので、さあミラーですね、同じのボーラーとバルキリーが多分違うとかだと思いますね。さあまあこれはもうなんか暇なんでね、一旦スケラ打ってなんかまあ様子見でいいんちゃうね。まあ5打っとくか。でスケキンスケラ打って、でスケラ対決大事なのはこの裏の墓石ですね。後ろに墓石置いとくのがいいですね。さあでスケラの浮きはね、もう柳雨で頑張ってくださいって感じかな。そうちょっとやばい、でも柳雨使わなくても良さそうだった今回は。よいしょ。さあまあこんな感じでユニットであとは攻めてもくるっすね、うまいと。さあでここは柳雨とかを使わなくても良さそうだ。でこうなってくるとね、もうお互いダメージがね全然通んない試合になってくるんで、何で勝負がつくのって感じなんですけど。さあ5打っちゃおう。でイモリたいっすね左下。僕は柳雨使ったこれ結構チャンスですね。しかも相手5だったんで、まあバリキリで抑えてはくると思うんだけど。さあこれ柳雨打って、まあ矢が回るかいと、いやいい防衛ですね。うん、あースケキンのスキル打てばよかったね今。ちょっともったいなかった。なんかスケキンのスキル打てそうだったら打っていかないと、まあ打ち得ってわけではないんですけどね。さあミラー対決、ミラー対決ちょっと嫌だね。もう周辺に伝えて、まあ、さすがにこれはもう右かな俺は。でまあスケラ打って、で相手落ちた、お相手電波落ちた、なんかえさすがにこれはでも電波以外の何物でもないですね。さあでも多分これミラー対決になった時にバルキリーよりもちょっとボーラーの方がね、相手の後衛処理に優秀だったりとか、そうちょっと強かったりしますね。まあやっぱこう1列に並んでくるんでね、でトリプルエレクサだとその並んでくる量も多いので、なんかボーラーが結構刺さりやすいのよ。だってスケラ受けとかにもね、そうフィジカルでね受けてくれます。さあ27勝。さああこれ同じデッキじゃん、相手じゃない、あれなんかさっき当たんなかったっけこの相手、気のせいかな。あーめんどくせえやつかめんどくせえやつとか言っちゃって。さあこっちですね、この相手さっきやりましたね。いやムートがマジで強えな俺からしたら、鉄壁ムートマジやっちゃね。さあもう相手ポイズンで削ってくるね、余裕かましてんね。スケル打っちゃおう。いや高回転のムートが強え。スラム打ってスキルも使っちゃおう。この相手うまかったっすもんね。なんでもう僕の負け筋は相手に U のゴーストが入る、あとはマジアチ抜きかな。島優の家らしい攻めしてくんね。いやなめ、いやこれでも相手がちょっと調子乗りてきた。いやスキル使える熱い。さあ暴風した、いやスキル打ちたいけどな、一旦待つか。調子乗りてきたっすね今。さあやで壊す
まあでもなんかあれだね、攻めにくいね。逃げてきそう。いや俺も調子乗ってる。なんかもう端前攻防になってんね。いやいい受けや。全然スキル入らんね。マジマジジャストね。あとこれは範囲で。いや打っとくか。相手のこのポイズン削りもちょっと嫌っすね。タイブレイク。いやさっきでも勝ったからね。でさっきこのゴーストのせいでよりピンチになってたんでね。まあ相手もでも射抜きたいよな。うわ射抜いてくるね。タルババとかあれば熱いんだけどな。いやボーラーが入ってるちょっと待って、なんか知らんけどボーラーが入ってる。ボーラーで削ってる俺もしかして2000まで削れてんだけど。ナイスボーラー。マジマジしだけっすね僕の負けっす。よし削って削って。いやうまいな。でも今回の相手マジ普通にうまい。うん。危ない危ない。怖い怖い怖い。さあ一旦粘って。いやマジうまい。ガチうまくねこいつ。やばいよね。スケラ打っとくか。一回おいしいエレキ。マジ端前マジでちゃだけっすね。いやオッケーオッケー。いやもうマジでキモいぐらいに守る。キモいぐらいに陰キャして守って、最後タイブレイクだ。よし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 。オーケー。あぶねー。でマジでね、ポイズン持ちにはダメージ刺さんないんで、粘りがね、はい、勝ちと、まあ、いうことで、まあ、これな、多分結構強いと思うんですよね、本当に。まあ、弱点は、マジで対策されたるぐらいかな。うん、まあ、しっかり粘っていけば結構勝てると思うので、まあ、皆さんね、この、スケギンスケラ、はい、ぜひ使ってみてください。まあ、15勝で報酬が結構、もらえるので、まあ、報酬目指してね、はい、やってみてください。では、チャンネル登録もね、お願いします。お疲れちゃんです。またねー。